まあこれだけ綺麗な花咲くと、まあ、とてもトゲがあるようには見えませんけども、まあ、バラにはトゲがあるってことですね。つまり、まあ、誘惑してくるものには、まあ、トゲがあると。ですから、まあ、一見美しいものに、まあ、惹かれますけども、まあ、それにはトゲがあるっていうことになりますね。まあ、それがちょっとした落とし穴っていう感じを自分は受けます。で、当然ダイバービロもそうですけども、華やかに見えます。当然華やかに惹かれる人は多いですけども、まあ、そこにちょっとした落とし穴があるということですね。つまり、まあ、トゲがあるということですね。まあ、今日は以上です。ありがとうございました。